エリーズメルテンスは、ベルギールーベン出身の女子プロテニス選手。2018年の全豪オープン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーで、シングルス6勝、ダブルス14勝を挙げている。身長179センチメートル、体重67キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス12、ダブルス1位。ベルギーの2強豪キム・クライシュテルスとジュスティーヌ・エナンがテニス界を席巻するのを見て育ったメルテンスは2015年よりクライシュテルスのテニスアカデミーにてトレーニングを開始した。4大大会では2016年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦で第3シードのガルビネ・ムグルサに6から4、0から6。 三から六で破れた。2017年1月のホバート大会の決勝で、モニカ・ニクレスコを六から三、六から一で破り WTA シングルスツアー初優勝を果たした。2017年全仏オープンでは一回戦で、第24シードのダリア・ガブリロワを七から六、一から六、六から四で破り三回戦まで進出した。2018年はホバート大会で連覇を達成した。 2018年全豪オープンでは、ノーシードから勝ち上がり、準々決勝で、エリナスビトリナを6から4、6から0で破り、ベスト4に進出した。準決勝では優勝したキャロラインオズニアッキに3から6、6から7で破れた。2018年11月26日付のランキングで自己最高の12位を記録している。ダブルスでは、アリーナサバレンカと、 組2019年3月の BNP パリはオープンとマイアミオープンで連続優勝した。9月の全米オープンでもビクトリア・アザレンカアシュリー・バーティー組を7から5、7から5で破り初の4大大会タイトルを獲得した。2021年2月の全豪オープンも引き続きサバレンカと組第2シードとして出場、バーボラ・クレイチコバカテリーナ・シニア・コバ組を6から に、6から3のストレートで下して優勝した。これにより、メルテンスは、全豪オープンのダブルス種目において、決勝進出及び優勝を果たした初のベルギー人となった。その後、4月に、ベロニカ・クデルメトワと出場した、イスタンブールカップでも優勝を果たすと、5月10日付のダブルス世界ランキングで1位の座を獲得した。ベルギー勢としては、 キムクライシテルスに次ぐ二人目の功績である。茶宿前前をパートナーとして、第5シードで挑んだ7月のウィンブルドンでは、ロシアのベロニカクデルメトアンドエレーナベスニナ組に二度の、マッチポイントを握られながらも3から6、7から5、9から7で激闘を制し、同年2個目となる、グランドスラムタイトルを獲得した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。